イメラジオ第2902回、今日は令和3年6月1日火曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、火曜の朝来ました。青い空に雲が浮かぶ、いかにも夏空広がりましたね。もうすぐ梅雨なわけで、こんな夏空本格的になるのは6月の終わりか7月なんですけど、今日は6月1日、それでも夏空広がりました。リスナーの皆さん、火曜の朝いかがお過ごしでしょうか。さて、2902回目のイメラジオ、今回は戦前国粋運動と親鸞、こんなタイトルでお話ししましょう。戦前国粋運動と親鸞。親鸞といえば、まあ他力というか本願というか、そういう教えで有名ですよね。浄土真宗、お念仏唱えれば救われます。まあこう簡単に言い切っちゃいけないかもしれないけど、まあ大体そんな感じですよね。あの浄土真宗、あのお念仏唱えてたら、なんか阿弥陀の光が差してきてみたいな。でこの浄土真宗はですね、例えば戦国期にさまざまな一揆、あるいは農民勢力と結びついた、これは有名ですよ。農民にとっては何枚だって唱えれば極楽行けるっていうんだったら、いやそりゃしますよ。けれどその親鸞の教えが戦前の国粋運動に実はつながってたということはあまり知られていませんね。お話ししましょう。明治、大正、昭和、まあ主に大正から昭和ですね。三井孝氏という人がいます。三井孝氏、今ではもうほとんど忘れられた人です。孝はあの甲羅の孝で、氏は行くっていう字ですよね。三井孝氏さんで、この人はあの三宅節令とか久我勝男といったような、まあ戦前右翼の大物、なんか日本とか原理日本みたいな、なんかああいう感じのね、日本と日本人みたいな、あるいは日本主義と言ったりもしましたね。まあいろんな呼び名があったんですけど、まあもう戦前右翼と言っていいでしょう。あるいは国粋運動でも構わない、そういうお方々、三宅や久我といったような人たちと割とあの歩調を合わせていたような人、三井孝氏。そして彼の弟子にですね、箕田宗樹さんっていう、これ男ですよ、もちろん、あの箕田宗樹っていうこのお弟子さん、年はでもあんまり変わんないんですけどね、10歳ほどしか。でこのお二人がですね、あのまあ非常に親鸞っていうのを研究してたわけですよ。で親鸞、まあ難しく研究すればいろいろ言えるんですけど、まあさっきお話したように他力本願で、あのなすがままにって言うんでしょうか、あるがままにって、お念仏を唱えましょうと、あとはあの仏様がいいようにしてくださいますっていう、この親鸞思想をですね、
戦前の日本に当てはめて、やっぱり念仏だけ唱えとけばいいんだとね。例えば日本は滅びないとか、あるいは祖国の日本は永遠だとか、こういうのを唱えるだけでですね、これでいいんだという、つまり日本には、天皇陛下いらっしゃって、でその天皇陛下がいるから守られてんだと。ですからその下で臣民はですね、さっきのもうそれっぽい現代風のお念仏の日本は永遠だとか、日本は滅びないとか、日本の意志は世界の隅々まで渡るみたいな、そういう念仏を唱えるだけでいいと。あとは神様である天皇陛下が何とかしてくださる、その向こうのね、さまざまな力が、神様や仏様が何とかしてくださるみたいな。つまり、もともと親鸞の教えにあった阿弥陀の本願力ってやつですよね。阿弥陀の本願力、これがですね、もう陛下の大御心とか、あるいは祖国日本の意志とか、こんな風になっちゃってるわけですね。でそこからなすがままありのまま自然にやっときゃいいんだから、なんか人為的な、あるいは理性的な、そういう思想、あるいは哲学はむしろやばいと、いらないと。そういう西洋かぶれの思想哲学、そこには理性が貫かれるわけですよ。近代が貫かれるわけですよね。けれどなんかいらんと、余計なことをするなと。我が国は天皇の下で臣民が天皇を称える、その念仏、あとはもう他力本願で自力なんかダメよと、自力救済目指しませんと。だから西洋近代の理性を用いた、ね、人間の自力なんかもうちっぽけなものなんだから、そういうこと言うなみたいな。でこう言ってるぐらいならともかくですね、でこのさっき戦前右翼の源流ここっていうふうに言いましたけど、でこの三井孝子とか箕田宗家がですね、さまざまな言論弾圧に加担していくわけですね、彼らが。つまりターゲットってなるのは、そうなんですよ、京都帝大の滝川教授、滝川幸時ですよね。滝川事件って有名でしょ。であと箕田教授の東大ですよね。さっきの滝川さんは京大で、あと東大の箕部達吉の天皇機関説、はたまたですね、別にどうしてここに西田喜太郎出てくるかなと思うけど、西田喜太郎をも西洋かぶれたぐらいでしょう。で攻撃し非難し、言論で攻撃し、で果ては大川襲名って、なんか実はこの三井や箕田と結構神話するんじゃないかと思えそうな思想家まで、西洋かぶれはなんだってことで、あるいはなんか日本古来のものを大事にしていないみたいな感じで非難攻撃するという、そういうことだったんですよ。ちょうどですね、同じ頃国中会っていう日蓮宗の一派がですね、皇室あるいは天皇制っていうものを自分の教義に取り入れて、で八公一宇っていう、そういうスローガンのもと教団の勢いを拡大していきましたね。あれは日蓮宗を歌っていましたが、今お話しているのは親鸞浄土真宗なんですよ。でこの浄土真宗もですね、実は同じような流れがあって、浄土真宗もですね、
やっぱり皇室を自分の競技の中に取り入れて、しかも割と簡単でいいわけですよ。なすがままに、ありのままにと。我々やるべきことは念、ね、お念仏唱えるだけでいいんです。しかも名前だけじゃ古めかしくて嫌だから、ね、さっきの大御心とか陛下のご意志とか、まあ、そんなようなものを唱えときゃいいんだと。でこの三井孝子って人はね、この念仏だけじゃなくて明治天皇やあるいは大正天皇昭和天皇がお作りになった御声の歌ってのがありますよね。御声の句、あれをみんなで一緒に唱えようとかっていう御声廃唱運動とかっていう、みんなで一緒に拝んで唱えましょうみたいな、まあ、そういうこともやってた、まあ、今振り返れば、まあ、すごいやつらかなみたいな。でこういうさっきからまあ国粋運動とかあるいは戦後右翼とかというふうな言い方をしておりますが、まあ、今ねこのお話だけ聞いてもさ、まあ、やだなと、そういうのやめてほしいなと。別に皇室敬うことに別に抵抗ないけど、こんなことするんかいと。いやだから国粋とか右翼とか呼んでいいんですよ。そしてまあこの夢ラジオで何度もお話しておりますが、こういうのって保守とは関係ありません、ね、当時すでに保守運動とはこういうのは関係がありません。ただの過激な独善運動でしたと。自分だけ正しいと思ってて、思ってるぐらいならいいんだけど、人にそれを押し付けてくる独善運動なわけですよ。ましてやリバタリアニズムはこういうものから一番遠いところにありますよね。この夢ラジオでお話ししているように、その戦前の国粋運動ってやっぱ日蓮宗とかあるいは浄土真宗今回みたいな、そういうのを巻き込みながらですね、まあ、それなりに射程の広い思想あるいは哲学と呼んでいいのかな、まあ、思想運動だったんですよ。でその結果が大東亜戦争の惨めな敗北だったわけですよね。日本に保守思想はない、日本に保守哲学はない、ましてやリバタリアニズムなんか始まってもいない。でそのような時、じゃあよく保守が間違えられる右翼ってやつですよね、国粋運動って言うんでしょうか、それが何だったのか、それの何がいけなかったのか、それで真の保守を目指すんならそれらとは決別していかなきゃいけない、どう決別すべきなのか、こういうことをきっちり定義しとかないといけないですよね。まあ、ですからまあ、その反省の意味も込めてね、歴史を反省するという意味も込めて、この戦前の右翼というか戦前の国粋運動というか、これの後をたどっていきましょう。しかも驚くべきことに、その戦前の右翼は宗教とかなり強く結びついていた、明らかにしていきましょう。夢ラジオ第2902回目、今回は戦前国粋運動と親鸞、こんなお話をしました。火曜日の朝です。